どうもこんにちはこんばんはチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一万ですえー、本日もこのコーナーでは今日読んでいく作品を紹介していきたいと思いますえー、本日ですね朗読していくのは江賀三郎作「目の動く人形」ですえー、こちらこちらですね江賀、えー、三郎探偵小説編3から、えー、お送りいたします 甲、えー、賀三郎はですね「えー、1893年生まれ1945年没」という、えー、多くの探偵小説を執筆していた作家さんなんですね。で探偵のキャラクターも多く生み出していてですね、えー、今日はその中の弁護士手塚龍太というキャラクターが登場します多くの探偵がですねこう真実を追い求めるために推理していく。 これは一体どういうことなんだっていうことを知りたいがために推理をしていくっていう探偵が多いと思うんですけど手塚龍太はですねこう自分の利益があるんじゃないかなだからこの事件を追っていこうっていうところを持っているちょっとダークヒーロー的なところがある弁護士というか探偵役なんですねそういうところも楽しんでいただければなと思います えー、このチャンネルでは手塚龍太が登場する作品他にもニュールンベルクの名画ですとか、えー、傍聴席の女ですとか読んでおりますので、えー、ご興味あればそちらもぜひ、えー、聞いてみてくださいそれでは改めまして本日は甲賀三郎作目の動く人形ですそれでは本編をどうぞ が三郎目の動く人形1空模様が怪しかったのと4月の初めにも似合わない薄ら寒い風が吹いていたのとで11時にはまだ少し間があろうという時だったがもう人通りはすっかり途絶えていた。 別荘風の大きな家の立ち並んでいるところで普段から物寂しい道だったが今夜はそれが一層薄暗いように思われて変に追いかけられるような気持ちになりながら三ノ島は23日前に新調したばかりのスプリングコートの襟を立てて早足に我が家の方に急いだ今日は不意に起こった車用のために無断でこんなに遅くなってしまったので ただ一人留守居をしている彼の若い妻が心配しながら待ちわびているに相違ないことが彼の足を一層早めさせたのだったここは郊外といっても東京市にすぐ続いた便利なところだったが電車の停留場の付近の日当たりの良い高台だけはすっかりブルジョワ階級の人たちに占領されていたそのために この辺一帯は寂しいところになりかつ美ノ島のような亡き生活者はここを通り抜けて一段低いゴミゴミした小さい家の立ち並んでいるところに追いやられねばならなかった美ノ島はここに移ったはじめ通勤のたびにこの高層な家の並んだ一角を通るとなんとなく不愉快な圧迫を受けて時にはわざと回り道をしたりしたのだったが いつの間にか慣れてしまって何とも思わなくなったばかりか通り過ぎる道の両側に並んでいる地名の人の名を覚えてかえってそういう人たちが住んでいることを誇らしげに他の人に語ったりするようになっていたさて三島は慣れた道とて暗闇の中を間月つきもせず愛妻が待ちわびているという気がかりと今夜に限って襟元が冷たく 何者かに疲れるるようなな不気味な感じがするので、一心に足を急がしていたのだったが変に道のりが遠く感じられてなかなかこの寂しい一角が通り抜けられないのだった「チェどうしたというのだこんなに急いでいるのにいつまでもこの道が続いているのはおかしいぞ」とこう彼が思わずつぶやいた時に不意に前方にパンパンという。 銃声のようなものが響いたので彼は飛び上がるほどギョッとしたああ驚いた自動車がパンクしたのかしら怪しい音は一度きりでやんだので箕島はようやく気を鎮めて一旦止めかけた足をまた元通り早めながらまっすぐに進んでいったと行く手の道の真ん中に 黒いものが横たわっていた。あ身<っ>の島はたちまち足を止めて、同時にキを返そうとしたが、しかしさすがに逃げ出しもならず、こわごわ前の方を透かし見た。黒いものは、どうやら人が倒れているのらしかった。酔っ払いかしら 酔っ払いが往来の真ん中に倒れていることはよくあることだしそれにひくひく動いているようだったので彼はいくらか安心しながらそろそろと近づいていった」と不意に倒れていた男がうめくともつぶやくともつかず異様なうわずった声でキレキレにあえぐように言った。 手の動く人形そうして手足を苦しげに23回動かしたかと思うとがっくりと頭をうなだれてじっと動かなくなってしまった様子がなんとなくただの酔っ払いとは思えなかったので近寄りながらも油断なく倒れた男の周りに注意していた箕島は つっぷした男の胸のあたりから、変にどす黒いものが流れ出しているのを見逃さなかった。ち、ち、ち、ああ身の島は無我夢中で野獣のような叫び声を上げながら、二三軒飛び下がった。おい、どうしたんだいいつの間にどこから現れたのか。身の島は、 小柄のがっしりした男の手にしっかり支えられた美ノ島は思いがけないところへ不意に見知らぬ男が現れたので二重の恐怖に震えて水の切れた魚のようにパクパク口を動かしながら容易に言葉が出なかったひ人殺しですようやくのことでこれだけのことを言うと美ノ島はブルブル震える指先で 前の方を指さした。何人殺し相手はちょっと驚いたようだったが、すぐにうなずきながら。そうか。じゃあやはり今のはピストルの音だったんだな。そ、そうです。三島は夢中で返事をした。まあそう震えないで。一緒に来たまえ。と男は、 の,島の腕を掴んでグイグイと引いたそれはこの子男が出すと思えないほど強い力だったので箕島は顔をしかめながらよろよろと前に出たもうダメだな子男は懐中電灯で死体を照らした倒れていたのは50前後の肥満した紳士風の男だった君は犯人を見たかい こ男はくるりとみの島の方を向いて鋭い声でこう聞いた「い,いえ!」「みの島には不意に現れたこの男が一体何者なのか少しも見当がつかなかった」「この寂しい一角を抜けてみの島が住んでいる奥の方へ行く人たちは夜になるとよく懐中電灯を持ったり時にちょうちんを下げたりしていたので」 この男が懐中電灯を用意していたことは深く怪しむべきことではなかったが一向この辺りで見かけない人間だったしそれに口の利き方の横柄なことから見てもあるいは刑事ではないかと思われるのだったでは逃げた後だったんだねええ機敏な奴だなそう言って彼は 懐中電灯で死体の付近を照らしていたがやがて電灯の丸い白い輪はピタリと一箇所に停止したそこには鈍く光った小型の自動ピストルが転がっていたうん凶器を捨てていったなとこは一向興味のないようにつぶやいた三ノ島はいくらか落ち着いてきたので ようやくこの子男を観察することができた彼の身長は美ノ島自身が五尺四寸あるのから目測してせいぜい五尺一寸止まりと思われた洋服を着ていたがネクタイは赤に汚れてねじけており上着はダブダブで襟はひどくよじれていた彼の顔はひどく大きかった普通の人よりは確かに一回り大きく見えた 普通の人よりも小さい体に普通の人よりも大きい顔がついていることは何となくグロテスクなものであるがさらに一層彼の姿をグロテスクにしたのは顔色が磨きをかけた尺道のように赤黒くキラキラ光っている上にほとんど顔全体を占領しているかと思われるほど巨大なそうして先の曲がったいわゆるわし花という形の花が ギろりとした目の下に、超然として隆起していることだった。その全体の姿は、西洋の童話に出てくる妖馬を思い出させるのだった。君、行こうや。彼は退屈したという風うに、傍然としている三ノ島を促した。えこれを放っとくんですか三ノ島はびっくりした。 ああ、格別面白いことはなさそうだからね。彼には映画を見た後ほどの感激もなさそうだった。殺すには殺すだけの理由があったろうし、殺されるには殺されるだけの理由があったんだろうから、俺たちの関係したことじゃないよ。こうしておけば警察がちゃんと始末をして、必要があれば犯人を見つけてくれるよ。でも、 三島はもじもじしながら。この人は、手当てをすれば生き返らないでしょうかダメだ。到底ダメだよ。しかし、たった今ちょうど私がここへ来た時に、この人は、上ごとのように口を聞いていました。う<ー>。こうとこは気乗りがしないように。どんなことを言っていたね 確か人形目の動く人形と言っていましたえ<っ>今までの平然たる態度に引き換え子男は箕の島の言葉に仰天するように驚いたがすぐ元の冷静な態度に戻った「それは君本当かい?」「本当です」だもん箕島はきっぱり答えた。 とこは美ノ島の答えを半ば聞き流して死体の方に飛んでいったあっと思ううちに彼はもう死体を抱き起こしていたそれから彼は上着や直器のポケットを探ったそれから死体の顔をじっと見つめたり傷口を調べたりせわしくしかし細微な点にわたって目と手を働かした やがて一とおり観察が済むと死体をそっと元の位置に寝かしてさっき一別しただけだったピストルを注意深く取り上げたそしてそれを彼のポケットにそっと滑り込ましたそれからなおしばらくジロジロと鋭く死体の周囲をにらみ回したが不意に箕島の方に向き直った君行こう えあまり唐突な言葉に、身の島は面食らいながら。どこへ行くんですか黙ってついてきたまえ。と男は命令するように言った。しかし。身の島は、しょんぼり家で待っているであろうところの彼の愛妻を思い出した。サ君が待ってるとでも言うのがえ。子こは、 のしまの心の底を見抜いたようににやりとしながら「まついてきたまえばんざら後悔するようなことはなかろうひと晩くらい崔君を心配さすのもいいじゃないか」この魔法使いのうばを思わせるような男の薄気味の悪い言葉の裏にはなんとなく否めない親しみと振り切ることのできない魅力がこもっていた。 の島の弱気と人並みの好奇心はしぶしぶ彼に従うべく余儀なくしたのだったどこへ行くのですか彼は再びこう聞いたついてきたまえ妖魔のような男は死体にはもはや一別もくれずさっさと停留場の方に歩きだした <に>さあ上がりたまえ手塚龍太はあっけに取られている身島にことも投げに行った手塚龍太というのは身島を誘った怪しい子男の名だが彼は停車場の近くに来ると檻から走ってきたタキシーを止めて身島を招き入れてどこともなく忙した その自動車の中で箕島は彼の名を聞いたのだった箕島は手塚と名乗る男の皆既な振る舞いと気味の悪い要望とに少なからず器具の念を抱いていたけれども彼の持っている一種の魅惑的な威力に打ち勝つことができずしぶしぶ彼と行動を共にしないわけにはいかなかったやがて自動車は とある大きな家の前に泊まったが、それが手塚の家と思いきや、彼は玄関の呼び鈴を押して、おずおずと出てきた取り次ぎの女中に、横柄な態度で、主人は留守だろ、う、と言った。そして、女中がけげんな顔をしながら、はい、と答える暇もなく、つかつかと玄関に踏み込んで、さて、美濃島に向かって。 さあ、上がりたまえ。と言ったのである。身の島は彼の乱暴さに呆れたが、それよりも驚いたのは女中である。あの、どなた様でございますかただいま奥様もお留守なんですけれども。奥さんは店の方だろう。彼は平気だった。いえいえ、伊豆の方に行ってらっしゃいます。そうか。 店の者は誰もいないかいはい、私とバあやだけです。それは好都合だ。ちょっと調べたいことがあるのだから、主人の居間に通してくれ。そう言って、彼はもう女中などは尻目にもかけず、勝手を知った家のように、どんどん奥に入っていくのだった。美ノ島も、何のことだかわからぬなりに度胸を決めて、 彼の後に従ったっ女中は警察官とでも勘違いをしたのか強いて止めようとはせずただぼうぜんとしていた「えーっとここが今だら」部屋は日本部屋だったがじゅうたんを敷いて椅子机を置いた西洋式のちょうどのあるところへ彼はつかつかと入ってじろじろと辺りを眺めたが。 隅の方に置いてあった大型の金庫の前に猶予なく近づいた。うーん。だいぶ旧式のものだな。彼は金庫をしばらく溜めつすがめつ見ていたが、こうつぶやいて金庫のそばに寄ってカチカチと音をさせたかと思うと、もう金庫の重いドアがギーっと開いたのだった。あ<っ>あまりのことに、 美ノ島が思わず叫び声を上げる暇もなく彼は金庫の中から大部の帳簿を23冊抱え出して椅子の上にどっかと腰を下ろしてバラバラと忙しくページを繰り出した少し遅れて不安そうについてきた女中はこのあ様を一目見るとあっけにとられて棒立ちになったしかし手塚は平気だったえーっと なるほどこれだな彼は大きくうなずくと箕島を呼びかけたおい君さっきここの主人の倒れていたのは何という家の前だったかねええここの主人が箕島はびっくりしたそうだよこの主人の柏木金之助が倒れていたところさあの 旦那様がどうかなすったのですか女中は小耳に挟んだ容易ならぬ言葉に顔色を変えながら聞いた。殺されたんだよ。手塚は無様に大きい鼻にシワを寄せて、癒しい笑いを見せながら言い放った。え女中は大声に叫んだ。柏木金之助はね、 自分のピストルでね、一発でやられたんだよ。えそれは本当ですか本当ども。それは大変です。すぐ奥様に知らせなければなりません。警察の方にも来ていただかなくてはなりません。女中は狂気のように叫んだ。そう慌たなくていいよ。彼は平気だ。 奥さんに知らせたところで生き返るものではなし。警察には別にわざわざ知らさなくとも、今頃はもう死体を発見して大騒ぎをしているかもしれん。もっとも、あの死体が柏木金之助だということは、ちょっとわかるまい僕が名刺入れを取り上げてきたからね。まあ、静かにしていたまえ僕は決してためにならぬことはしないから。 手塚は女中の騒ぎ立てるのを制して箕島の方に妖婆のようないやらしい顔を向けてものすごい目をギロリと光らせたなんという家の前だったかね。箕島はあの辺の家の名はほとんど暗記していたので喉のところまで出てきているのだがどうしたのかちょっと急に言えないのだったえっと石って 石井なんとか言ったっけな白石信一郎だろう。彼は教えるように言った。ああ、そうです。白石です。確かに信一郎と言いました。そうだろう。彼は満足げに頷いて。これですっかりわかったよ。おい、君彼は女中を呼びかけた。はい。 君は長くこの家にいるのかいはい、三年ほどおります。そうか。それでは一年ばかり前だ。この家で、しかもこの部屋だと思うが、若い美しい夫人が死んだのを知ってるだろう。はい、存じております。女中は手塚の顔を驚いたように見つめながら、 菅原誠一様の奥様で、民子様とおっしゃる方でした。そうだ。菅原大義士の夫人で、有名な、低粛な、美しい女だったね。あれは確か、自殺とも他殺とも、病死とも判明しなかったようだったね。はい。あれは、夜の8時頃でございましたかしら。民子様がここへ訪ねて来られまして、 旦那様と話をしていらっしゃいましたが急に気分がお悪くなりまして私が呼ばれてまいった時にはもうばったりと倒れておいでになりましたすぐお医者を呼びましたがもう駄目でございました警察の方でもいろいろお調べになりましたが何かの中毒のようではあるが他殺とも自殺ともわからないということでした当時を改装するように女中は。 恐ろしげに言った。君が駆けつけた時には、夫人はもう何も言わなかったかね。はい。一言二言、上ごとのようなことをおっしゃいました。どんなことはい。女中は言おうか言うまいかとしばらく躊躇していたが、あの、確か当時新聞にも出ましたと存じますが、 民子様は夢中で「人形目の動く人形」とおっしゃっていましたえ今までじっと2人の奇怪な問答を聞いていた箕島はこの時に飛び上がるほど驚いたありがとう手塚はにやりと薄気味悪く笑って女中に礼を述べながら おかげですっかりわかった。この上は犯人を捕まえるばかりだ。この帳簿は元の通り金庫にしまっておくよ。明日あたりことによると、警察の者が訪ねてくるかもしれぬ。その時に、なるべく我々の来たことは黙っていてもらいたい。しかし、君が言いたければ言っても構わぬよ。 手塚はこれだけのことをゆっくり言うと小さい体をむっくり起こして帳簿を元の金庫に納め辺りをぐるっと一度見回した後にどうう。もお邪魔したね。では君、帰ろう手塚は身の島を促して悠然と外に出た十二時少し過ぎたね。彼は、 時計を本当に透かしてつぶやくように言ったがところで箕島君君に一つ頼みたいことがあるのだが一緒に僕の家まで来てくれないかそう言って彼は箕島の返事を聞くまでもなくさっさと歩きだした3翌朝 箕島はかなり遅く目を覚ましたが後頭部がズキズキと痛んで容易に床の中から出られなかった余儀なく彼は一日会社を休むことにした昨夜は奇怪な事件に突き当たって奇怪な手塚という人物に夢中で引きずり回されたが最後に彼は手塚の家というのに無理やりに連れ込まれた 彼の家は美ノ島とは別方面のやはり繁華な郊外の一角にあって木造の西洋館で中は人けのないようにがらんとしていたそこの一室でしばらく待たされた時には美ノ島は足立ヶ原の魔女の住みかに連れ込まれたような気がしたものだったやがて姿を現した手塚は片手に原稿のようなものを持っていたが君 すまないがこれを一つ書き直してくれないかと言ってその原稿を差し出したので箕島はオズオズ読んでみたが思わずあっと顔色を変えたそれは警視庁宛の密告状で大体の意味は次のようだった今夜11時頃、郊外バツバツ停留場付近高台の白石慎一郎邸前で殺人がありました 殺されたのは有名な宝石商の金之助です犯人はピストルで一発のもとに彼を射殺していち早く逃走しましたが多分彼は豪窃盗の前科のあるもので柏木を射殺す前に白石邸へ忍び込んだのではないかと推定されます白石邸から出てくるところを柏木に見とがめられて やむをえず射殺したのではありますまいかとにかく私は犯人の姿は認めることはできませんでしたが幸いに犯人の指紋を取ることができましたから同封して送ります無論機長の台帳に載っていることと思いますからそれによって容易に犯人を決定することができましょうここれはどういうことですか 読み終わった美ノ島は叫んだそうすると手塚はニヤリと笑いながら何でもない犯人を警視庁に教えるのさ指紋はピストルについていたので今写真に撮っておいたから今晩中には現像ができるそうしたらそのフィルムを封入して送るのさ僕の筆跡では少し都合の悪いことがあるので君に頼むのだが君はまさか その憎むべき殺人犯人を庇護して密告するのに躊躇するようなことはあるまいねえ。三ノ島はその時に二言三言と言い争ったが結局密告状を書くことを余儀なくせられたのだった。密告状が出来上がると彼はニコニコしながら尖った醜い鼻を三ノ島の方にすり寄せた。君。 菅原大義士というのはとても食えない悪感だぜ。富豪や貴族の弱点を抑えてはね、すごい脅迫をやってうんと金をこしらえているやつなんだ。彼の悪行のために、彼の夫人は不思議な死に方をしたのだ。今度は、奴を少しいじめてやることができそうだ。そうした暁には、君にだって。 ただは骨を折らしはしないよ悪魔のささやきに似たものを耳元から吹き込まれた時に箕島はただわけもなくブルブル震えた代議士の菅原誠一という男がよくない人間で警察からも絶えず注意されながらも少しもしっぽをつかまれないしたたかなものであるという噂はまんざら聞いていないでもなかったしかし その菅原の上を行こうという怪人物にはどう答えていいのかただ子供のように縮み上がるほかはなかった一体宝石商の柏木の死と菅原代議士との間にはどういう関係があるのか犯人が白石邸に忍び込んだということがどうして手塚に推察できたのか 犯人が剛窃盗の前科者だとはどうして分かったのかまた「目の動く人形」という言葉は何を意味するのか何もかも分かったような顔をしている手塚は何者か箕島は恐ろしくてならなかった彼は早々に彼の許しを請うて自動車に送られて帰宅したもう2時に近かった とこの中で昨夜の奇怪な出来事を一通り思い浮かべた箕島は今更のように不安に震えながら枕元の新聞を取り上げていつも一面の広告からゆっくり読むのをもどかしいとばかりに社会面を分けたと大きな活字で「××がおかの開始隊」という見出しが目についた大急ぎで読んでみると バツバツが丘の白石邸前にピストルで胸を射抜かれた紳士風の男の死体が発見せられた所持品を調べてみたが名刺その他手がかりになるようなものがないのでいずくのものとも判明しないなお本事件と関係があるかどうかわからぬがどうや白石邸には窃盗が忍び入った形跡があったしかし 何一つ紛失したものがないので同屋敷では不思議に思っている同屋敷内の門番小屋にいた何しは「十一時ごろ銃声らしいものを聞いたと言っているうんぬん」と書かれていた美ノ島はそっと顔を上げたそうして庭越しにはるか向こうにそびえているバツバツが丘を見上げてほっと たため息をついた彼はようやくのことで起き上がったが新聞記事に気がついたかつかぬかとにかく妻がなんとなく異様な目を光らして自分を見ているように思えて仕方がなかったしかし彼は彼女に昨夜の危機快々な事件を説明するだけの勇気もなかったその日の勇敢には ままたまた美の,島の心を痛めるような記事が出ていた。それはバツバツが丘の死体は有名な宝石商の柏木金之助だったこと解剖の結果銃殺せられた者に相違ないこと意外な方面から密告があって犯人はやがて捕まるだろうということそれから白石方では盗難品は少しもないということだったが 取り調べの結果道家主人が柏木から買い入れた時価4万円という真珠の首飾りが紛失していたことが判明した右の窃盗犯人が首飾りを盗み出して道家を出ようとするときにたまたま着合わせた柏木が彼を見とがめたので強行に及んだのかもしれないということなどがことごとしく掲載されていたが最も箕島の心を痛めたものは 近々数行であったけれども昨夜遅く柏木の留守宅に怪しい2人の人物が乗り込んで同家の女中と二三問答して悠々と引き上げたので警視庁では目下減誕中という記事だったノ島は食事もろくに喉を通らずその日一日をうつうつとして送ったのだったその翌日は幸いに休日だったので 箕島は頭が痛いと称して実際に痛かったのだがやはり朝遅くまで床の中にいたそうしてコ安ごは枕元の新聞を開いてみるとたちまち目を打ったのは宝石商殺しの犯人とらわるという大きな活字だった箕島は引き入れるように読みふけったがそれは千番来の出来事に 輪をかけたたような機械児だった宝石商殺しの犯人はその筋の手に入った指紋によって人相生命判明し減誕中だったが昨夕かねて手配中の友人のところに立ち寄ったのを捕獲することができた彼は「亀図文禄という豪窃盗前科3班のしたたか者で尋問を受けると神妙に罪状を告白した。 しかし、彼の意外な白状には、係官はいささか驚かされたのだった。彼の申し立てるところは次のようだった。私が宝石商の柏木金之助を殺したにそう言いありません。実は私は3、三四日前の晩に柏木の家に窃盗の目的で忍び込んだのです。ところが、 柏木という男は油断のない男で、いつの間にやら私の忍び込んだのを嗅ぎつけ、あべこべに私をピストルで脅かしました。そうして言いますには、俺の言うことを聞けばよし、さもなければ即座に告発するぞ、と脅かすのです。私は場合が倍ですから仕方がありません。どんなことでもいたしますから、 どうぞお許しください。と、涙を流さんばかりに申しますと。よろしい。それでは、白石信一郎のところへ忍び込め。というのです。えあっしにその白石とかいう家に忍び込んで、何か盗めというのですかあっけに取られた私がこう言いますと。いいや。 何にも取らなくてもいいのだ。一度忍び込んで、そのまま出てくればいいのだ。とにかく、盗っ人が入ったという形跡だけを残してくればいいのだ。と、こういうのです。私には何が何やら訳がわかりませんでしたけれども、とにかくその通りにしなくては警察へ突き出されるのですから、やむなく言いなりになることにしました。 で、その翌々版でした。私は白石家の勝手をよく柏木から聞いていたので、守備よく見とがめられないで忍び込むことができました。で、何か忍び込んだ形跡を残しておけということでしたから、応接室の隅にくすぶっていた人形を一つ、何気なくひょいと懐に入れまして、そのまま帰ろうと思いましたが、あまりうまくいったものですから、 つい欲が出ました。何しろ、窃盗を商売にしているのですから、あれくらいの大きな家にやすやすと入りながら、金目のものを何も取らずに出るなんてバカバカしいという気がしたのです。それで、約束とは違いましたけれども、金庫の中の真珠の首飾りを一つ頂戴しました。それだけの仕事をして、11時頃でしたが、 外へ出ると監視の意味だったのか思いがけず柏木が門のそばに立っていたのに会いました「うまくやったかい」と聞きますので「えいうまくいきました入った証拠にこんなものをもらってきましたよ」とそう言って首飾りの方は無論隠して例の人形の方をひょいと彼の前に差し出したのです。 そうすると、彼の顔色がさっと変わりました。私は全くもって、ああ瞬間に人の層が変わるものだということは知りませんでした。実にものすごい行相でした。そして、一言も口を聞かないで、突然私に飛びかかろうとしました。私は不意だったので驚きましたが、ははあ この人形は何か大切なものだなと気がつきましたので、旦那、何をなさるのですと言いますと、その人形をよこせと、あえぐように言ったかと思うと、たちまちピストルを取り出そうとしたのです。私は思わずカットしました。全然晩、ピストルではひどい目にあっています。そうして、 私にこんなつまらないことをさせておきながら、偶然私の盗んだ人形を奪うために、またまたピストルで脅かそうとするのですから、私も非常に立腹しました。で、逆に柏木に飛びついて、ピストルを奪って、一発のもとに彼を撃ち殺しました。そうして一目散に逃げ出しました。 ところで皆さん、お聞きください。私は呪われたのです。まったくあの人形のために呪われました。隠れ家に帰って、まず首飾りをいつもの隠し場所に収めて、さて、つくづく盗んできた人形を見ますと、実にぞっとするような怪奇な姿をしているのです。 なかなか七八寸の背で黒ずんだ灰色の黄身の悪い肌をしている金属製の裸人形ですがその顔の層は悪魔そっくりなのです目は丸くギラギラ光り鼻は平たく膨れ口は大きく湾曲しています実に二目とは見られない怪異な層です それに私には今滞在を犯してきた弱みがありますからその人形はちょうど私の犯罪を知り抜いて咎めでもするように私をにらむのです私はその人形がだんだん恐ろしくなりじっと見ているのに耐えませんでしたでそっと目をそらそうと思った途端に人形の目がギロリと動きました と思わず声を上げましたが一生懸命に勇気を出して「己と思いながら人形をじっとにらみつけますとギロリとまた目が動くのです。ちくしょう私はそう怒鳴ってちょうど湯を沸かすために火のつけてあったガス七輪に人形を叩き込みました。 見ているうちにメラメラと溶けるだろうと、あざけるように人形を見ましたが、奴は平気なものです。みるみる半身は赤くなりながら、相変わらず、いや、前よりも盛んに目をギロギロと動かしているのです。私はもうたまらなくなりました。ガスの火を消すと、そのまま外へ飛び出しました。 それから一度も家に帰りません。今日友達のところへ寄ったのは、実は後のことを頼んで自首して出るつもりでした。私も生まれつきの強情で恐ろしい目にもたびたび会ったことはありますが、あの人形みたいないまいましいものに出会ったことはありません。語りうごった彼は、 さも恐ろしいという表情をしたのだった係官は彼の言葉に従って早速彼の隠れ家を訪ねたが真珠の首飾りは発見することができたが問題の目の動く人形はどこにも認めることができなかった一同は非常に不審に思いながら引き上げるほかはなかったのだった読み終わった箕島は 呆然とした。目の動く人形の奇怪な物語は彼を極度に感銘せずには置かなかったしかし一方ではとにかく殺人犯人が捕獲されたので彼が被るであろうところの嫌疑もこれで消滅したわけなので彼はほっと安心しながらのそのそと床の中からはいだした。と表に問う声がして 思いもかけず手塚から迎えの自動車が来たのだった「目の動く人形の神秘愛け申し騒楼につき」という数行の文句が箕島の心を強く刺激して不安そうな顔をしている妻お尻目にかけていとも勇敢に手塚の招きに応ぜざるを得なかったのだった四 はははは今日は面白いものが見られるぜ自動車が途中で止まるとぬっと入ってきたのは例の怪異なそうをしたコートコの手塚だった目の動く人形というのはどういうことなのですか箕島は幾分心安く聞いたまあしばらく辛抱したまえすぐわかるから。 自動車はやがて壮行な建物の前に止まったそれは思いがけなく第議士の菅原誠一の家だった2人はすぐに贅沢の限りを尽くした広々とした応接室に通されたあごひげを長く伸ばして呆然とした中年紳士がシガーを片手に悠然と現れて癒しむように2人を見下ろしながら 何か用かねと言った。あまりいい用じゃないよ。手塚はからかうような口調で、ちっとばかり、無心に来たのさ。けしからん。菅原はむっとしたように。無心なら無心らしく言うがいい。その口の聞き方は何だ <laughs> 手塚は薄気味悪い笑みを漏らしながら「無心にだって頭を下げてもらうのと威張ってもらうのとあらあな」「俺のは頭を下げるような生やさしいのじゃないのだ」「おい菅原俺はこれが買ってもらいたいのだ」そう言うとともに手塚はとんと力強くテーブルに何かたたきつけた」見ると、 それはいつの間に取り出したのか一つの金属製の人形だったお、それは菅原はさっと顔の色を変えた人形は例の亀図が白石のところから盗み出したものにそういなかった顔は確かに彼の語ったように一目見てもぞっとするほど容易なそうで肌は なめくじのように青白く光っていたそして何よりも怪奇に恐ろしく見えたのはそのギロギロと動く両目だったどうだ驚いたろ手塚はせせら笑いながらこのギロギロと動く目はちょうどてんびんの皿のように目の玉と同じ重さのものでバランスをとったとがった針のようなもので中心が支えてあるのだ だからこういうふうにギロギロ動くのだ。そしてその目の玉とバランスしている代物は何だと思うとびきり上等のダイヤモンドなんだぜ。んうん。うん、菅原は悔しそうにうなった。はっはっはっはとびきり上等の大粒のダイヤモンド二つ。これは。 君の亡くなったサ君くんのものなのだぜ手塚はまたも毒舌を浪し始めたサ君くんはそれを宝石商の柏木に頼んでこういうカラクリを作ったのだそれを君が欲しさにサ君くんをいじめ抜きとうとう殺してしまったんだうっうは、 また悔しそうにうなった。だが、君の欲しかったのは、この人形の目の奥についているダイヤモンドではない。実は、腹の中に入っている一枚の紙なんだ。うぅ <laughs> 何かわけのわからぬ叫び声を発して、菅原大二氏は手塚に飛びかかろうとした。が、 手塚はたちまち体をかわして菅原をねじ伏せてしまったと男ではあったが彼の腕力は箕島も経験したとおり普通以上だったハハハハそうやすやすとこれを渡してなるものがこの人形の腹の中の紙切れには貴様の数々の罪状ののっぴきならぬ証拠が書きつけてあるのだ貴様の低粛な細君は た貴様のの悪事を諌めたのだしかし貴様が一向きかないものだから彼女は貴様の罪状を書き連ねた紙切れをこの人形の腹の中に隠してそれで貴様を脅しながら改心させようとしたのだ彼女が人形の目の奥に高価なダイヤモンドを仕掛けたのはこうしておけば彼女がこの怪異な人形を大切にしても全く宝石のためだと思われて 腹の中の紙切れのことは容易に気づかれないためだ貴様はこの人形が欲しいばかりに崔君を亡き者にしようと思って少しずつ毒薬を飲ましたのだ彼女はそのためにとうとう柏木の家で不思議な死に方をしたのだけれどもお気の毒なことには人形はいつの間にか盗まれて行方が知れなくなったのだ どうだ、俺の言うことに間違いがあるか得意げに語り終えると手塚はパッと菅原を突き放したうぅ <laughs> 菅原は拳を固めて息巻いたさあこれだけ言って聞かせれば大抵わかったろういざこざを言わないで10万円の小切手をかけ皮切りにしては安いものだ これからだって、そうたびたび無心には来ないよ菅原第二士は示談羅を踏んで悔しがったが結局弱みのある者は致し方がない彼はしぶしぶ10万円の小切手を書か,かざるを得なかったのだったこれが現金になるまでに変なことをすると人形の腹が物を言うぞ。 こういうい捨て台リフを残してにがりきっている菅原を尻目にかけながら手塚は悠々と引き上げていくのだった箕島は無論呆然としながら彼の後に従ったどうだい 世の中には面白い金儲けの方法があるだろう。手塚は彼の居間の大きな肘つき椅子にちょこなんと座りながら大きな鼻をうごめかした。ですが、一体あなたはどうして今度の事件を解決したのですか三島は恐る恐る聞いた。柏木の倒れているところに行ったのは偶然さ。そこで君から彼が死ぬ間際に、 目の動く人形と言ったことを聞いてこれはてっきり宝石商の柏木か第二子の菅原に関係のあることと睨んだのさというのは1年ばかり前に柏木のところで菅原夫人がやはり目の動く人形と言って倒れたことがあったからねそこで死体を探ってみると名刺入れがあってすなわち柏木自身だということが分かったで 何かうまい汁を吸うまでは警察に騒がれたくないと思って、名刺入れも指紋のついたピストルも失敬したのだ。ところで、柏木のところに行って金庫の帳簿を調べてみると、彼の得意先に売ったもののうちで変な印がついてるものがある。ふと思いついたのは、この柏木というやつがイカサマシで偽物を方々に売りつけたのではないかということだ。 だんだん調べてみると白石新一郎に売った真珠の首飾りにも変な印がついている彼の倒れていたのが白石の家の前だし白石というのは有名な実業家で近々自宅で夜会を開くという噂を聞いているでつまり柏木が白石に偽物を売ったがそれが暴露しそうで困ったで 誰かかをそそのしして盗みに入らしたところが偶然に白石のところに例の人形があってそれを盗んできたので格闘になって射殺されたのではないかという推論が生まれてきたのさとすると柏木を殺したやつは窃盗の前科者で彼に首飾りを盗むべく頼まれたやつに相違ない 人形はいずれ転々して白石の手に入ったのだろう彼もほんの物好きで買ってやがて忘れてしまったと見える現に盗っ人の入った形跡がありながら人形の紛失には一向気がつかなかったのでわかるでこの上は人形を探すだけだそれには犯人を捕まえるに限るで例の密告状を書いたのだ そうして彼が捕まって警察で調べられている間にそっと彼の家に行って人形を盗んできた真珠の首飾りのありかも分かってはいたが誰があんなものを取るものか真っ赤な偽物じゃないか柏木だって盗ませる気はなかったのだただ盗っ人を一人忍び込ませておいて後でそいつがすり替えたということにするつもりだったのさ 人形を手に入れてから一生懸命にひねくり回して柏木や菅原夫人があれほど執着して欲しがった理由を考えてみたよで結局さっき菅原のところで言ったような結論に達したのさ菅原も度胸のないやつだ俺がポンと人形をテーブルの上に出した時にさっと顔色を変えさえしなければ俺の推理はああすらすらと出なかったさ やつは自分で白状したようなものだ。ギロリギロリと目を動かしてグロテスクな大きな顔に得意の色を浮かべながら解き立てていた手塚は何と思ったかこの時に彼の要望よりもう一層怪異な例の人形を取り出してしばらく眺めていたが両手で人形の頭と足を押さえると 勢いよく机の角に中ほどをぶっつけた人形の首はポキリと取れたあっ三島は驚いて叫んだどうだい手塚はしかし平気で取れた首のうつろを示した首の中ではピカリと見事な大粒のダイヤモンドが光っていた彼は 無造作に首の中に指を突っ込んでゴソゴソしていたがやがてポロリと二つの宝石が机の上に落ちたところでだ君この胴体の中を覗いてみたまえ彼は首の取れた胴を美ノ島に渡しながら多分焼けて炭化したボロボロの紙切れが入っているだろう何しろこの人形は 例の亀図が恐ろしさのあまりガスコンロの中へ投げ込んだのだからね。人形はクロームでできているから容易に溶けやしない。だけどもね、腹の中に入っているのは紙だからたまらない。焦げてしまうさ。ねそうだろう。三ノ島は驚いて銅を振ってみた。中からは手塚の言った通り。 黒焦げになったボロボロの紙切れが出てきた。じゃあ、あの、菅原は身の島はいろいろの感情が込み上げてきて、ちょっと口が聞けなかった。あはははは小柄な悪魔は喉仏まで見えるように大きな口を開いて、腹を抱えて笑い出した。 地獄の笑いとはこんなものであろうと。美の島には、それが呪いの声であるかのように、ぞっとせずには聞かれなかった。あハハハハ菅原の奴は、灰になった証文を十万円で買ったのだぜあハハハハ彼の笑いは、容易にやまなかった。が、 やがて笑いを止めると彼はテーブルの上の二つのダイヤモンドを比べて見ていたがこっちの方が少し小さくて太刀も少し劣るようだがまあこれで我慢してくれ分け前だ三ノ島は手のひらの上に置かれた大粒のダイヤモンドをどう処置していいやら分からず体を ぶるぶるふるわしていた。